皆さんこんにちは、広原香織です。今日はフットスイッチの左側、この使い方についてご紹介しましょう。フットスイッチのボタンを押しましょう。そうするとこのような画面になりますので、レフトを選んでいただいてリズムを押します。そうすると停止、ブレイク、メイン、A から D、イントロ、エンディングと選べるようになっています。こちらの停止を選ぶとリズムをフットスイッチによってスタート、ストップすることができます。こちらのメイン ABCD はフィルウィン ABCD というような考え方でも大丈夫です。では具体的に見てみましょう。こちらはメイン A が選ばれていて、フットスイッチはメイン B が選ばれています。フィルインが鳴っているときに次のメモリーにすると、途中でフィルインが止まってしまう、どうしたらいいのというようなことはありませんか？このような場合の解決策をお話ししましょう。14のメモリーに移ったときにフィルインが鳴ってほしいときは、一度押して点滅をさせます。この状態で記憶させましょう。そうすると13番から14番に移った時もフィルインで鳴ってくれます。いかがでしたか？実はこのフットスイッチ、他の使い方もあるんです。そのあたりは別の動画でまたお話ししますね。今日は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。